さあ今度はスカイラインです。日産はまあエマージェンシーブレーキ他の車種でも持ってますが、エクストレイルなんかはカメラでやってるんですね。でこの車の場合ミリ波になりますとカメラでは人も検知できたんですがミリ波は車だけになります。あそうかで確かね壁もダメなんですよね。ということはもしかしてあのターゲット認識できるかな、裏返した方がいいかもしれないですね。じゃあとりあえず行ってみましょう。また同じように2、30キロまで、30キロでアクセルオフ。もう一回やってみますね。あの布の下に一応アルミが貼ってあるんで、金属反応がゼロというわけではないんですけれども、ミニ波のタイプのやつはちょっと厳しいかもしれないですね。まあ、あのこれで止まるから止まんないから性能がいい悪いというわけでは全くないです、ないはずです。行ってみましょう。ちょっとメートルが見にくい。30でアクセルオフ。やっぱ反応しないですね。はい、今スカイラインのテストを終えました。ミリ波レーダーを使ってるやつはですね、なかなかターゲット捕捉して、止まる、警告して止まるっていうのがですね、意外とこんなに難しいんだっていうのをですね、今日初めてテストさせてもらってよく分かりました。で今の現象としてはですね、普通に、ターゲットを置いただけでは認識もしてくれなかったんですけれども、スチールの缶を置いたりしてですね、少しずつ、金属反応がいい方向に持っていったら最終的には警告だけは出ました。でも自動ブレーキはかからなかったんで、自分の足で結局は止めましたというのが、まあ、事実としての報告です。まあ、ただ、本当にこれを持ってじゃあ実際の路上で何かあった時に止まらないかというとそうじゃないと思いますので、これはねテストをもうちょっとテストの方法とかをですね模索して手探りでやっていって、本当のこの性能とか、各社の違いが分かるようになるまで、テストの方法を煮詰めていくことが大事なのかなと思います。前を見るのはいろんなやり方があるじゃない。レーダーはミリ波の反射なんで、ターゲットの特性がカメラ用、レーダー用、レーザー用でね、実は変えなきゃいけないみたいなところに来てるので、はい、歩行者跳ねて死亡率が30を超えると急に上がるので、はいはい、30キロ以下だと重症中傷ぐらいなのでね、死者を減らすにはやっぱ40キロぐらい、で夜間、ここが多分次の向こう数年先のね、技術目標になるんで、はい、そこに向けてどういう技術をいけるか。なるほど、じゃあ僕らもそこを見ながら今の段階で止まった止まんないで一喜一憂して、はい、どっちの車がいい悪いじゃなくて、ね、じゃないですね、うん、まだこうスタートしたばっかなので、はい、どういう技術がこれから、はい、組み合わさってコストと、で社会にどういう価値を与えて、そこをしっかり見ていかないといけないかなと思うんだけどね、はい、